once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time. はい、今日は3月の、1日木曽の渓流が、解禁の日になります。なんとかちょっと一匹ね釣りたいと思って、かなりこう登山をして山の上まで上がってきました。もうここまで来てね、人が入ってたらもうしょうがないと思うんで諦めますけど、なんとか一匹狙っていきたいと思います。まあそんなちょっと、解禁日の一日をお伝えしたいと思います。はい、水温ですね、今ちょっとしばらく水温計をつけてたんですけど、何度かな、3度ですね、水温3度。結構厳しい戦いになりそうです。活性は低そう。はい、今日のルアーはこちらです。ファインテールエデンですね、スローシンキングのタイプになります。活性低いので縦トゥイッチをして誘いつつで、フォールの時も食わせの間をね作れるルアーとしてこれを使っていこうと思います。それでは行ってきます。水温3度は結構微妙ですね。低いチェイスあるんかな。水温2度ではイワナなかなか動きが鈍いんですけど、3度まで上がると違うのかな。いいけどチェイスはない。あ、来てるか。あ、来てないわ。うわーやば。ここ見てください、わかるかな。これうっすら氷が張ってます。これ全部氷、これ危ないよ。うわ、来た来た来てる。あー戻ってた。チビイワナがいました。黒い、錆びてた。冬を越えたやつだな、あれ。うわ、また来た。来い。あーバラした。なんとか釣りたい、釣って解禁したいけど、来ないかも。いやーでも魚影を見たぞ。わー、あそこいそう。あ、おる？ん？違うか。え？おる？魚だあれ。見えるかな。この辺に魚がいるんですけど見えないな。もうなんかゆらゆらもしてない、ほんと棒みたいな感じで浮かんでます。やっぱり流れが緩いところにいます。ダメだ、バレちゃったか。あー来た、戻ってた。チェイスの範囲がすごい狭い。うわ、あ、来た来た来た。見失ってる。来た来た。え、どういうこと。空気あんのかよ。いや、すごいいいバトル。あれで食わんって何なん。
やー残念すぎるな。あれぜひみんなに見てもらいたい。水が凍ってます。分かったかな。氷の上にルアーが落ちてる。いやーここは絶対おる。おらんのか。あ、来た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 。いやーまだバレてない。あーバレた。うわ来とる。あーもう追わんくなった。絶対おるやん。うわ来た。でかい。いやーまだおる。うわーもう蒸した。うわー来た。うわー、いやーいけるか。いやーダメだ。チェイスの距離が。うわ来とる。でもあーダメか。2匹ぐらい来とる。去っていった。バレたか。今魚の上をルアーが通りました。ってかもうほんと真上を通ったんですけど素通り。何の反応もなかった。それはひどいな。おお来た。いやーしまった。来とった。いやーめちゃくちゃいいポイントは続くけどなかなか釣れるとこまでいかんな。うわいる。そこに2匹もいるのに素通り。よし。うわ。うわまた来た。うわっしゃー来たー。釣れた。いやすごい。めちゃ綺麗。いやありがとう。結構いい方。ゆっくり泳ぐな。ありがとう。なんとか釣れた。うわー来た。おっしゃ来た。あーおる。そこにおる。もう一発。さすがに来ないか。うわーめっちゃ逃げた。超走られた。おー釣った。おお。まさかのイワナさん。
どこにおったんだ。ちっちゃいけど。イワナ。綺麗なオレンジの斑点があります。いいね。いいですね。この黒い感じが。黒いありがとう。やば。なんでこんなトゲトゲなの？わあすごい。最後にふさわしいポイントが出てきた。めちゃかっこいいな、まあ、ここをやって終わりにしようと思いますので、面白かった方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。まあ、渓流シーズン始まったんで、天竜川水系と木曽水系で主に釣りをして動画を上げていきたいと思いますのでよろしくお願いします。では行ってみましょう。だいたいな最後のポイントは釣れないんだよな。うわ来た来た、バレたか。わあいいサイズのがいいサイズの魚が追ってきたけどな、途中で戻っちゃった。わあいいとこ入らん。魚はおるけど、うわあゴミの上に乗っちゃった。危ね、ちっちゃいのがおるな。なんだろう、でもそこにいいサイズが沈んでる。あーちょっとレンジが浅かったか。あー追ってきたけどな。わー追ってはくるけどボトムに魚が沈んでます。あーでも反応しない、本当にそこにべったりくっついてる。なんだろうなあれ、メテオーラ投入するか。あーちょっとルアーを変えてみましょう。あそこの底のところにべったり魚が何匹か多分ついてる。しかもよし D ダイレクトに変えてみます。レンジキープ能力が高くて結構下の層を引いてこれる。うわー反応したけど来た。いやー当たりましたね。まあまあ言い方のイワナ。うわー結構いいぞ。ボトムに本当にべったり張り付いてて、重めのルアーでレンジを下げたら一発で食ってきました。よいしょ、ありがとう。あ、そこに、そっちに行きました。ありがとう。はい、ということで、木曽の渓流解禁日釣りにやってきましたが、なんとか3匹釣ることができました。イワナと、ヤマメですね。ヤマメ釣れると思ってなかったんで本当嬉しいですけど、まあ、ここから、渓流どんどんね入ってまた動画を出していこうと思いますので、面白かった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。